あの時の僕らは。顔残したままちょっと向いた方がいい。わからんくなってきた。顔残す。いや俺もなんかどうすればいいか分かんないんだよ、あそこ。どこ？俺ああいうの苦手です。もう一歩前出ちゃう。ああ、そっか。ぶつかるよ、絶対。Can you feel it? いや、ぶつかる。前出ちゃうよ。挑発的な感じじゃない。セクシー系ではないのかな。ああ、このぐらい見た方がいい。一歩出しながらなんかこう、こうさせてくる。ああ、いいじゃん、やっぱ。俺結構好きだよ。できるかな。苦手なんだよな、しっかりと。秋田竜兵審査員ケネフィリット選手権やってますよ。川口マンション何だっけ、忘れてた。なんだっけ、忘れてた。すっごいやるよ。キャッチャーハーストレッチ。日高さんだったらちょっと腰落とす気がする。あー、やりそう。イエーイ、キャネフリーでなる。あー、ちょっと作って。顎上だね。水、これ、マジで。うなずいたよ。キャネフリー。あー、いいね。そうそうそう。何回積むとこう、キーって。そっち系、指見せる系で。あー、いい感じだな。今のだいぶ良かった。オッケーオッケー、ありがとう、ありがとう。はいはいはい。すごい嬉しいなっていうか、でもこれからもっと詰めていってって感じなんですけど、すごいなんか自分たちもその変化に、嬉しい変化に気づけてテンションが上がったし、あれに関しては、あ、それ僕得意だよみたいな感じです。僕ずっと一人でダンスとかやってきたから、一人で目立つスキルが高いっていうか、いろんな角度を研究してきたからこそ瞬時に浮かぶのかなっていう、そういったところは僕からもなんか提案を、得意なところはちゃんと自分の存在をこう出していきたいなっていうふうに思ったんで。Yeah, can you feel it? Yeah, can you feel it? Yeah, can you feel it?Yeah, can you feel it? Touch your heart. Yeah, can you feel it? 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 Touch your heart. Yeah, can you feel it?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 Yeah, can you feel it? Yeah, can you feel it? Yeah, can you feel it? Yeah, can you feel it?